知らんがアイコンのはずよ見放さしちゃって見つけないが飛び出すもんでレソルサイズよ気に入られしまいましたノービジョンかわすきですが今後がどんダメできないでしたただしのがどれか悩んでいるよどれも不正解と言おうしでした本日の宿題は個性が物のこと感想ない不自由ない最善に生きていてでもどうして目指すは時々言えないのし悲しいで言うんだ寂しいで言うんだ言葉の込む感じが読めますかあの子の心情は読めますかその心を染めたのはおいだれなんだよおいだれなんだよそれはこの湿気が溶けますかあの子の本能はもう溶けますかまだ私このままでいいんですかおいですんだよもうだっていいよずっと言いなさい身に予定でどうしようもないんだけど両方をずっと固まっていたんだその理由の主題は愛だです飛びないや感想ない不自由ない青春に生きていてでもどうして無理だしの身と文字の固まりは消えないで言うんだ死にたいで言うんだ言葉のこの感じが読めますかあの子の心情は読めますかその心を無力染めたのはおいだれなんだよおいだれなんだよそれはこの湿気が溶けますかあの子の本能はもう溶けますかもう私このままでいいんですかおいどうすんだよおいどうすんだよ伝説の公式言えますか子供の時の夢は言えますかその夢そのように見捨てたのはおいだれなんだよもう知れだろいつになり大人になれますかそもそもあなたは生きていたんですかどなたに向かえばいいんですかおいどうすんだよもう